上原はコーナーキックのチャンス。菊岡のキックが相手に当たり、最後はルーカス。ルーカスのシュートはシンバの股を抜け、今シーズン2得点目のゴール。フリーキックから合わせたのはルーカス。今シーズン加入したルーカスの J3 リーグ初ゴール。この試合チーム最初のシュートで相模原が飛び込みますが、キーパー川口がかき出し、最後はディフェンダーのルーカスが決死のクリア。相模原、体を張ったディフェンスでゴールを死守。このプレーで頭を打ったルーカス。